界で4700万本以上の累計出荷を記録するドライビングシミュレーターグランツーリスモシリーズ、そのプロデューサー山内和則がゲーム作りの原点グランツーリスモの起源を語る、クリエイタードキュメント山内和則。昨年で誕生10周年となった長寿シリーズグランツーリスモを手掛けてきた山内和則、彼にゲーム作りの原点を聞いた。僕は小学校の時からパソコンで何かを作るっていうことは、まあ、本当にずっと、続けてきていて、まあ、それをね、仕事にしようって発想はあんまりなかったんだけれども、当時のソニーに入社してみたら、ゲームを作る部署だったという。それこそこれからプレイステーションってハードウェアが出るからゲームを企画しなさいって言われて、まあ、なんかそんな楽しいこと仕事にしていいんだと思って、こういうゲームが欲しいなっていうそのイメージは、そうですね、中学3年ぐらいの時かな。やっぱりこういうゲームがあったら楽しいのになっていうのをね、こういろんなレースゲームやりながら思ってましたよね。だから、まあ、その時のイメージっていうのはもう今のグランツーリスモそのものなんでね。でね、僕100個ぐらい企画書書きましたね。それで、モータージュングランといってちょっとファンタジーな香りを持たせつつ、まあでも自分が一番やりたいベースゲームの実験はそこでいろいろできるわけですね。トップとかがちゃんと完成して発売されて、でまあ一応こう自分がゲームを作れるっていうことを、まあ、証明できたわけですよね。でそこで始めたのがグランツーリスモだったんですね。1994年山内和則が自身初のカーレースゲームモータートゥングランプリを発表。この経験をもとにして1997年にドライビングシミュレーターグランツーリスモを開発した。グランツーリスモは実在する車を登場させたことが話題となり大ヒットを記録。2007年にはシリーズ最新作グランツーリスモ5プロローグが登場した。グランツーリスモ5プロローグではネットワークでの多人数対戦に対応するほか、GTTV による映像番組配信を手伝う、車の開発者のトークセッションなどのオリジナルコンテンツや、人気自動車番組が多数配信されている。また、車の歴史を記したミュージアム機能や、モータースポーツ情報も搭載し、今やグランツーリスモは車の楽しさ、自動車文化の奥深さを発信する新たなメディアへ変化しようとしている。昨年10周年を迎えたグランツーリスモシリーズ、山内氏の挑戦は止まらない。彼のドライブするプロジェクトはモータースポーツの未来へと走り続ける。